吉田正尚、右太もも裏の張りで急遽スタメン外。レッドソックスの吉田正尚外野手は12日、日本時間13日、右太もも裏の張りで敵地、レイズ戦の先発メンバーから外れた4番、左翼、で先発出場する予定だった。4日、同15日、から大谷翔平投手が所属するエンゼルス4連戦が控えている。17日、同18日、派投手、大谷とのメジャー初対決が注目されている。米メディア、ジ・アスレチックのレッドソックスバンチャド、ジェニングス記者は、吉田は太もも裏の張りでスタメンから外れた。チーム関係者は深刻だと思わないと言っている、と伝えた。怪我したん？ミニハムストリングスの張りらしいで。休んでまた全力で頑張れ。つまんねえ。秀樹と重なるな。そろそろボストンファンの風向き変わる頃か？ WBC とは何だったのか？野手がおらんとつまらんな。